ポーランド・リトアニア共和国のヘトマンであるヤンカロル、ホトキエビチエ、トマンの紋章エトマンは15世紀から18世紀にかけてポーランド王国、ウクライナ、リトアニア大公国と三者の連合体であるポーランド・リトアニア共和国において国王に次ぐ地位にあった軍司令官職の故障。17世紀後半。 ウクライナが独立した際にもその国家の原種の称号として継承された。ヘトマンなる語自体はおそらく古高ドイツ語のハウプトマンから派生したものと思われ、ホープットが頭、漫画、人をそれぞれ意味している。ハウプトマンは中世においては一般的な軍事関係の称号に過ぎず、そのままでは主領を意味した。現代では陸空軍の体を意味する語である。 ポーランドとプロイセン国家はそれ以前の数世紀にわたって接触を続けており、軍事合意や行政合意などの分野では互いに影響し合っていた。ただし、この後はおそらく、チェコ語を媒介として伝わったと思われる。最初のポーランド王国へ、トマン職は1505年に創設された。ヘトマンの称号を帯びる者には、ポーランド軍の指揮権が与えられ、1581年までに、 ヘトマンの地位は重要な戦役内し戦争時にのみ、置かれる非常食となった。しかしその後、ヘトマンはポーランド王国及びポーランドリトアニア共和国の称号体系に組み込まれ、常設の職にその性格を変えた。ポーランドとリトアニアの両国で大ヘトマンと野戦へ、トマンが置かれているため、いつでも3人から4人のヘトマンが存在していた。 王官領大ヘトマンは、ポーランド王国の首相たる大法官を兼任することが通例で、事実上は、ポーランドリトアニア共和国全体の首相であった。1585年以後、原則的にヘトマン職は、反逆行為を行わない限り剥奪できない終身の職将となり、国王に次ぐ、統帥権を握るものとして、極端な場合には、 ヤンカロルホトキエビチのように、死の床にありながら、文書によって、軍を指揮する事態に陥ることもあった。1585年以前では、例えば、ヤンザモイスキは、前任者のミコワイ・ミエレツキが存命中に、ミエレツキから王官領代へ、トマン職を引き継いでいる。このように、国王が、配立権を持たないという状況は、ヘトマンたちが、国王から分立する傾向を生み、 実際にヘトマンたちは、しばしば独自に制作などを推し進めた。このシステムは、ヘンリク・バレジ王や、ジグムント三世バーサ王の時のヤンザ・モイスキのように、国王が無能で、ヘトマンが非常に有能、かつ、ヘトマンが大法官を兼任し議会の代表者である、ことを自覚していた場合には有効な体制を築いたが、1648年の、 巫女は一歩と月のようにその関係が逆転していて、またえ、都ン職に対して年度予算の決定権という非常に強力な手段を持って牽制していた国会の機能が低下していた場合には悲劇的な結果を招くことになった。共和国では、ヘトマンと政務は互いに暴走を抑制し合う非常に、 先進的な権力分立の関係にあったが、むしろそれゆえにどちらかの相対的な力が弱まった時、特に政策をめぐって、議会内部の分裂が進んで議会が弱体化しヘトマンの相対的な政治力が強まった場合は、ヘトマン兼王鵬官職の人物が政治的に暴走し国家の利益を損なうことがあった。一方で、君主がいつでも、 軍司令官の首をすげ替えることができた、近隣諸国と比較した場合、立憲君主主義を元にし、宮廷に対抗して、議会側を代表することを常に期待されていた、共和国のヘトマン職は一色の存在と言えただろう。先のミコアイポと月以後もそういった期待を裏切る、ヘトマンが現れたことへの反省から、ヘトマンを排出するマグナートたちの一部勢力から、必要な抵抗を受けたものの、 ケトマン職は1776年の行政改革によってようやくその権力を大幅に制限することに成功した。これにより、その行政権の多くは、王の評議会の議長たる大法官、すなわち内閣総理大臣の職に移常され、また、大法官及び王の評議会は、議会がより強く牽制できる議員内閣制の整備が進んだ。 1791年の5月3日憲法では、このことが明確に規定され、このこととリベルモベトに代わって多数決の原則が導入されたことにより、それ以前は政党活動が認められていなかった議会も、政党政治が認められるようになった。しかし、その権限が近代的に整備されたヘトマン職は1795年の第三次ポーランド分割と同時に廃止された。 5月3日憲法をはじめとしたポーランドの民主主義改革を危険な民主革命であると敵視した周辺国の徹底した反革命介入によりポーランド王国及びポーランドリトアニア共和国が機能を停止したからである。ヨーロッパで初めての西分民主憲法及び世界初の立憲政治、議会制民主主義という先進的な試みは 人類の歴史において最も早い試みでありながら、当時の情勢に鑑みると、ポーランドにとってはあまりに遅すぎたのだ、という皮肉な結果となった。ウクライナのヘイ地マンであるボフダンフメリにつき16世紀末、頃、ザポロージャシーチのコサックたちの首領は、キーシュのおたま案内し、ヘイ地マンの称号で呼ばれていた。1572年には、平地マンは、 ポーランド・リトアニア共和国の登録コサック軍の司令官となった。1648年にフメリニツキーの反乱が起きて以後、この地の平地マンは全ウクライナの主張、つまり平地マン国家の統治者を意味することになった。選挙によって選出されていたにもかかわらず、ウクライナの平地マンはコサック国家の長として強大な権力を振るっており、最高軍司令官であると同時に、 行政権と立法権が分立していた、共和国とは異なり、最高立法権者でもあった。1667年、共和国とロシアの間で、アンドルソボ条約が締結され、ウクライナがドニエプル川に沿って分割されると、ウクライナのコサックたちは、ウガンコサックとサガンコサックとに分かれることになった。ロシア帝国領のサガンでは、コサック平地万職は百六十四年。 エカチェリーナ2世によって廃止された。最後のザポロージャ軍のヘイチマンは1751年から1764年にかけてその地位にあったクイルイーロロズモーウシクイであった。ヘイチマンの称号はウクライナが革命期を迎えた1917年から1920年の間復活することになった。1918年初頭保守的な新独派勢力が 社会民主主義系のウクライナ中央ラーダの指導するウクライナ人民共和国政府を転覆し、全ウクライナの平地ンを称するパウロ・スコロパード・シクイ将軍を国家元首とした君主制国家を樹立したのである。もっとも、このウクライナ国は同年末にはウクライナ人民共和国の新しい指導部ディレクトリアによって滅ぼされることになった。ありがとうございます。